回のカーマニアはピストン西田さんです。よろしくお願いします。はい、マニアでございます。これですね。お願いします。はい、ね、5台も乗り継いでんですよ。これ5台持ってたんですよ。NAN 違います、この方で5台買ったんです。嘘だろ。本当です。 NA でると7台買ったんです。なんで？好きだからですよ。おかしいですよ、この車だけ。ちょっと待ってください、86何台買ったんですか？5台。言えないでしょ。なんで5台になっちゃうのかな。あのレースカーをそれで2台作ったんですね、うん、であとは自分の好きなようにあの乗ってたんですけど、色が気に食わなくて買ったりとか、うん、そんなことで。これ黒いいですよね。黒いいです。黒いいよね、うんうん。これはオリジナルとどこが違うんですか、ちょっと教えてください。外観はノーマルです。いや、リップがあるよ。リップ、これは純正です。あ、純正なんだこのリップ。はい、純正です。あの新車の時にオーダーするとディーラーオプションです。なるほど、はい、ディーラーオプションね。はい、これでどれぐらいするんですか、このオプションは。7、8万ぐらい。7、8万、ね、かっこいいと思って。タイヤとホイールは、これはタイヤとホイールは僕がサーキット走る時のためにあの幅広のタイヤとホイールにしてます、うん、で後ろと前のサイズを変えたりとかいろいろ。あ、そう、はい、変えてんだ。後ろがあのでかくて幅が広い方が調子いいです。なるほど、はい、でシートは、シートはこれはブリッドのバケットシートが入ってますね、はいはいはい、で、屋根、屋根開けるとロールバー入ってますね。あー、ロールゲージね、はい、屋根ずいぶん汚いよね。これ何それ。これワックスかけてて、ここ手当たっちゃってこうワックスついちゃった。もうさ走ることはプロだけど、普通ホルにワックスかけないよ。あの部屋が汚いですもん、うん、同じような感じで。絶対部屋行きたくないよね。読まないですよ。誰も読んでないですか。で、うん、ブレーキパッドもサーキット走れるようなやつに変えてあって、うん、それからあとデフ、うん、足回り、これがデフが機械式で、足回りは車高調の競技用のが入ってます。あ、そう。なんで、全部あのクスコとか協力して提供してくれましたけど、うん、買うと多分7、80万以上するんじゃないですかね。あ、でそれはもうタダでくれたの。ええ、いいな。協賛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 。ピストン西沢に乗せとけば、うん、JA 部でベラベラ喋るから。協賛。そういうことね。いやいやいや、ここはなんでぶつけたの。これですか。ぶつけた。なんでぶつけたんですかね。これはね、家でこすったね。こすったなるほど。酒も飲めないくせにこすってんだよね。飲めないです。あ、はい、まあ俺も飲めないから、ね、そうそう。だけどさ、前も後ろもつらい位置だね。ちょうどいいでしょこれ、うん、だからこのサイズをね、今度は17インチにしようと思ってて、うん、後ろだけ、前16で後ろ17、うんうんうん、そうすると後ろ逃げないかな、うん、フォーミュラカーみたいに。そうです、そうです、ね、でもなんかあれですね、見た目がね、全くそんなにね、ノーマル、ノーマル、ノーマル近いから、うん、品があるね。そうだね。これね、ロードスターは品があるから、ね、先週ね、あのユーザー車検で一発で取ってきたんですよ。あ、これで通るんですか。全く取ります。あ、そう。ユーザー車検、うん、車高も10センチ以上あるし。あ、そう。はい、なんか黒いいですよね。今まで何色乗ってたんですか、5台も。白とかが多かった。白、白良かったでしょ。うん、白にカッティングシートを入れるんで、レースカーの場合。あ、でやっぱりあの飽きちゃうんですよね、白一色だと。あ、うん、どうですか、辻さん。低い、低い。シートポジションが低い。シートポジションが低いってことは、うん、低い、前が見にくいってことでしょ。土屋さんはね、だから横から見ると、見てください、この頭の位置がここにあるじゃないですか、うんうん、これでヘルメットこれぐらいでしょ、はい、すごくね、レーサーとしてかっこいいんですよ。あ、そうだね。だけども、座高が高い人はここまで来ちゃうんですね、うんうん、そうするともっと上になってくると人生ゲームの車みたいになっちゃうんですよ。そうするとやっぱりバランスよくない。どうですか、低い方が運転しやすいんですか。だって重心が低い方がコーナー早いですから、安定しますから。なるほど、うん、だからみんなシートはローポジションにしてるんですよ、スポーツカー乗る人は。なるほど、はい、じゃあちょっとあのエンジン見せてください。エンジンですか。エンジン何も普通ですよ。エンジンノーマルですよ。何もわかんない、何もやってないですよ。エンジンノーマル、汚いだけかもしれませんけど。汚いだけ。はい、ノーマル、ノーマル。そんなに汚くなかったですね、うん、そんな汚くない。 1.5 リッターノーマルエンジン、はい、これは見た目は全く変わらない。もう全然普通に何もやってないですから、うん、ただここ、あ、これもマツダスピードだから純正品ですね。そうだよね、はい、まあ、これで合成ですね。足回り変えてる。そうです、そうです。足回り変えてますよ、うん、いい足回り変えてる。これで、うん、これですね、ソフトにしたりハードにしたり。
だいぶ違うんですか。全然違います。いやもう全然、はい、乗り心地が違う。もう土屋さんだってこういうのはたくさん作ってで売ってたんですよ。そりゃそうだよね、うん、それでもう長野でものすごい財閥になって、で大儲けしたの。大儲けして潰れました。うん、なんで潰れたその店長が使い込んでよくありましたよね長野の町工場で、ね、よくある業界ありましたよね。ありますよ。人に任せるとそんなもんなんですよ。あと豪邸建てたんですけど、うん、奥さんに全部持ってかれて持ってかれた、はい、前の嫁ですわ、ね、はい、どうしてこういう話になっちゃうんだろうねどうしてなんですか、ね、愛車紹介だっつってんだね。愛妻紹介ですか。はい、はい、ありがとうございました、ね、はい、同じ車5台ですからね。はい、そんな感じですね。そんな感じだね。12月のね、だってもうほぼノーマルだから、うん、あんまりここはここはっていうところないじゃない。ないんですよ。だから足を変えた、うん、タイヤとホイール変えた、うん、シート変えた、それぐらい。自分ですよね。同じ車 5台もの乗り換えた、うん、おかしいやつね。そう、それでだいぶいろいろ研究して、うん、アクセルを抜くと燃費がどうなるのかとかいろんなことを研究して、はい、だその研究の結果が今年の12月に新たにまた、まあ、そうですね、そうですね、それが生きてくるんですよ、はい、だから普段からそんなテストしてるんですよ。そういうことです。せこいやつなんですよいや好きって言ってください。好きなんです、ねまあ、そんなわけでですね、12月お楽しみに。はい、車の話番組 YouTube では公開映像や特別映像を公開しています。チャンネル登録お願いします。